やばいぞ。おい秋元、何やってんのお前。もう俺のビップも2万まで軽くしたから。さあセビをジャンプタイプマンで潰していく。さあ台足ハムアングで。さあめっくりめったよくわかんないけど、とりあえずね投げる。さあいろいろ選択肢がいっぱい。さあこれはフルコンボもらってしまった。さあもう一回ウエスタイルくやり直し。さあしっかり上見た。ダイヤシャタイグ。タナンでいった。さあうまくファルコンラッシュをガードしてバックスリー横だ。さあこれは捕まったらバックステでガード。チュンリーのバックステ高精度。投げてさあ大しゃがみ大白熱はなんかこれフルバス用なんですかね。さあしっかり大刺して、さあコンボはつまらなかったがハマンが甘く当たる。さあグラップスミッションハザーになった。ジャンプ強パンチから踏んで踏んで、さあ2段からしっかりガードが挟んで、これはガードできなかった。しっかり戦列をつないで勝ったのは花山チュンリー。さあね、僕の BP は1万2000ぐらいとか1万4000ぐらい下がりましたね。はい、1万4000ぐらい下がりましたが、ね、はい、ベルブレジンと誰だっけ、ケンマスさんでーす。まあ、ぶっちゃけね、ババ勢の中ではね、吉尾の BP が1番まで落ちるんじゃないかって言って、みんなでこう、吉尾さん勝っちゃダメだよ、勝っちゃとか言ってね、いっぱい言ってましたけど、